はい、皆さんこんにちは、フラワーティストシンです、今月の How to do 画はハロウィンです、皆さんはハロウィンというと何を連想しますか？やっぱこう最近と仮装行列みたいな、仮装行列というか仮装パーティーとか、あとは、まあお化けのイメージですかね。まあ本来はハロウィンというとこう収穫をねお祝いするお祭りですよね。なので今回こう収穫をお祝いするお祭り風のアレンジメントを作っていくんですけれども、まあ、そうすると大体まあイメージ的なオレンジとかこう暖色系のイメージが強いと思うんですよね。ただそこはちょっとフラワーアーティスト陣は違う方向に行ってシックなハロウィンを作ってみたいと思います。それでは早速いってみましょう。はい、では始めていきましょう。今回はこういうちょっとねシックな網カゴを使います。これにまだこのフォームはセットしてませんね。そのフォームをセットする前にすることがあります。まずこのニューサイランですね。ニューサイランを、ここにセットするんですけれども、まあ、ニューサイってこの芯って真ん中の筋が硬いんですよね。ここにあるこの筋が硬いんですよ。だからこれ筋があるとまあ曲がるんだけどしなやかな曲がりがあんまりできないんですよね。だから、まあ、全部をこれでやっちゃうとちょっとこうカクカクした感じにもなっちゃいますから、ここの真ん中の芯の部分をこう簡単にこう手で裂けますので、手で裂いて、でここの芯のここの芯の部分ですね、でここはだけこう取っちゃいます。こういう感じでこう簡単に取れますね。こういう状態にしていきます。この芯を取ったニューサイランをここに編み込んでいきます。その時に、この中にねこう大体こういうカゴってなんか保水の水が漏れないようなビニールの袋がついてます。ただまあこれだけでは信用できないから必ずセロハンはもう一枚引いた方がいいんですけれども、フォームをセットする前にね、そこの手前のこのビニール手前のところだけ少しこう外して乳歳手が入るようにして、作業がしやすいようにしましょう。そしたらまずこの乳歳をこの隙間にねこう入れていきますね。こう入れていきます。そしたらここで、まあ、これはもう自在にできるんで皆さんのセンスでやってみてください。僕もまだ何ができるかよくわからないんで適当にやっていってみます。このような、まあ、状態になったらここに今度フォームをセットしていきましょう。フォームは必ずこうセロハンをね1枚引いてセットしていきましょう。そしたらこの周りのセロハンの余分なところはカットします。そしてこの先ほど出てたねこのニューサイランですね、これをある程度カットして、でここのループが潰れないようにこんでいきましょう。はい、このような状態になります。